はい、皆さん、こんにちは。ピアノ屋トコムの石山です。今、大阪のスイタの倉庫の卸屋さんの在庫の中で素敵なピアノを見つけました。なんかこう、宝探しみたいですね。もう、なんか私、ピアノ好きで、もうたまりません、この仕事。えー、クロイツェルの KE の505スペシャル。 ね、製造番号が長いですね、これですね、8111024というものですね、中、こんな感じですけど、たった今仕入れたので、まだこの状態できちんと撮影できないんですけど、ここに金の飾りが入った経緯シリーズですね、黒いセルと手作りで有名なメーカーですね、えー、これはワインレッドになります、状態的にはね、そんなに傷がないタイプですね、この状態でちょっと音を聞いてもらいます、太い。 こんな感じ。これ以上低音届きません。バランスの取れたね、えクリアな響きですね。多分ね、これは黒炭。黒鍵はね、多分黒炭ですよ。黒炭。鍵盤はアクリルですけどね、発見はね。これちょっときちんと老眼鏡をかけてみなきゃいけませんけど。 多分黒炭のような感触なんですけどね、えー、改めてまた、えー、撮りますけども、まあ、こういう状態の黒い猿です。いかがですか今日はちょっと、携帯でね、片手で撮ってるので、えー、うまく撮れませんけどね。うん、多分黒炭ですね。はい、えー、これを改めてまた、曲を弾きたいと思います。まずはね、たった今仕入れましたので、このピアノが入りましたよっていうお知らせでした。それでは、さよなら